はい、じゃあ絶対に切れてはいけない下手くそラウンジシャープ2やっていきます。はい、じゃあ突然ですが、著作権的にアウトかもしれませんが、イントロドンいきます。はい、曲名分かった人コメントしといてください。よし、じゃあなんかのこの子いるんだけど、丁寧に陳列されたバナナを横目に見て、まあ打開をしていきます。まあ落ち着けば、あ、まあ、次でスターを揃えに行きますと、はい、まあ、大体多分これぐらいで、バネーバーこういうのに絡まれないようにして、これもう本当は車間を開けた方がいいけど、これ絶対スター入ってるから、やべ、うん、まあこれはもう落ち着いて、ピラーに引かれるのはダメで、あーマジでこれ勝った方が良かったんだろうけど、相手の人なの怖いんで、ここあるとしたらキラー後多分ないと思うけど、このまま、テレサか、これスターだったらね、強かったね。これ絶対緑に投げてくるんで、これもう入れる。なんでこれが9なのかわからん。8じゃないの。ああ、ナイス1。ちょっと。あの2の3は止まってる。もうスターでダブル割りに行かないとダメだね。じゃないと上がれないわ。待て、まあ相方1位取ってくれたんで気楽にできますか。代表して、なんか変なのいるなぁ、冬帰っているね。マジでこの帽子がえぐいんで、一旦ちょっとこれ避けて、もうととときのこ使って前出て、ああいいね、削ってあげたいけどちょっと防御ないからあんま無理しない。ああなんか無理せず、もうここまでいいんだよ。ああマジ、まあちょっとこれはこのまま前についてきてあげた方がいい気がするんだよね。はい、後ろキノコ前が SB、黄色行きたい。ごめん、マジで分かんない。あー、このもらいキノコマジいらないな。あー、これちょっと良くない。これこれ止まっていいと思う。無理かな、止まっちゃダメかな。あー、まあキラ引いたから OK。 あー、ありがてー。これ相方きつそうだな、マジで。近くにはいない。これ多分2の3交換でギリギリできるんじゃないの。ああ危ねえ、これなんかマジで運がいいというか、ああ、これ無理、それは運が悪い。
これちょっとあの車間開けないと多分、はい、もうこれは切れていい。あ、赤引かれるのか、ちょっときついですね普通に。まあ1回目謎に消えたのとちょっとトントンってことで、あれちょっと後ろの FB ちゃんと見とかなきゃダメだな、前ばっか気にしちゃって。苦手なコースが来てしまいました。なんかコース、RR っていう、あー、何も下手なの。RR っていうか言ってる人がすげえカスタムで遊んでんのね。誰なんだろうあれ。バナさん絶対置いてくるやつだね。意外と置かないんだ。置くよね。まあ一個になったら、あそこでバナさん捨てる意味を、あ、相方がいいのかちゃんと。まあなら知らないから、あ、ごめん。これはちょっと本当に申し訳ないというか、いや別にわざとじゃない。てかまあね、24があの相方だとちょっとややこしいからね。これ後ろキノコ裏が怖いんだよね。あー強いって。投げて、FD 君投げてくるだろう。これ、おお、危ない。これちょっともうあの、ああもうそれは良くないねマジで。もうこれどうすればいいのこれ。あ、よかった、こっち戻れた。これちょっともう上がれないんで。もうね、キラー引かないと無理な気がするな。どうすればいいんだろうな。まぁ、あ、ちょっとコインを抽選して。いやー、この距離で木の位置はちょっと、さすがにさー。どうも、キラー引き。これか。あー、ちょっと回避させちゃったけど。ごめん相方、ちょっと俺上がるためにはもう仕方ないですよ、うん、これもうちょい早めに打ってよかったかな。ちょっとマジできついっす。あれは緑捨てる前にやっぱ後ろは確認しなきゃだな。よし、気を取り直して、これ無理にこれ針とか行かずに普通にあそこ、あ、やばいの切ってるな。これ取られる、これもう行こう。コインをこうしてるんですよ。これごめん、一旦 MT 解放して、ちょっともうこう無難に行きまくると。二度三勝後ろ、これちょっと怖いね。怖い、これちょっと2の赤が怖いんで、ちょっと膨らんで、いやー、ボケ取られたのやべ、投げちゃうんだそれ。あいつちょっと怖いから
あ、死んでんね。え、あ、え、俺に来んのあれ。2戦のやばいな、これ前にじゃん、AW。 これちょっと判断ミスですね。トゲも来ないのか。あいつ当たるからちょっとこうアウト目に避けて、もうわけわからん、ここは。あと待って、怒っちゃダメなんですよ。え、ちょっとやばい。いやー、これあ、ナイス3位。いやー、これちょっとわからん、マジで。正直あそこで赤さん展開してて、もうやられるんだったらもう仕方ないと思うんだよな。何が正解だったんだろう今。非常にもったいないですね。うん、4レース15は普通にやばい。はいよ、はいよ。あ、落ちちゃった。お前、うん、あぶな。あれ、さて、まあ相方がマジで点取ってくれてるから、俺焦らずやっていきたいね。何か、弱すぎ。相方これ3段持ってきたくねえかな。あ、持ってるよね。違うか。ちょっとマジで無敵が出ない。やばこれ。やばくねこれ本当に。これマジピラー避けて、ここはちゃんとダブル交換をして、まあ、これはねスターだったら強かったよ。テレサかー、これしょっぱいな。まあロンキってただけマシでしょう。はいはい、これも束縛でしょう。いらーん、いっちゃんいらんの来た。あ、まあまあまあいいんじゃないこれ、4なら耐えた方。まあ不幸中のなんだろうね、わからん。さあちょっと折り返し、とりあえず30は乗ってないと本当に相方がかわいそうなんで乗せないとな。やっば、いやもうこのラグきついなマジで。あ、ま、やばっ、本田さんやべえマジで。どっか行ったな、前が防御があって、これも普通コインを。あぶねえマジ、俺の代わりにって感じだね今本当に。これも裏ミドさん、あーいいみたいな。やばいこれ、うん、測れるよなそりゃ。ある意味理論値を引かれてたな、俺にとって引かれたくない。アイテムランキング第1位みたいな。あ、まあ、これも距離的に木の位置か出んかな。まあでもこれ上がっていけるから全然。ああ痛く死んだな。
そう、もう裏が怖いけど、お前出ようか。おー、怖っ。これ前が相方だから、いやーこれきついな。そこら辺がやり合ってくれればいいんだけどっていうことで、なんか前出れちゃったけど、ちょっと防御がマジでないのが不安すぎるんだよね。ちょっとマジで、えい、マジで、あい、防御くんねえかな。OK、悪くない。ナイス、ナイス、助かった。ちょっと最後は前投げ結果で投げたけど、後ろに、あーなんか、あーちょっとなんかごまかしたな、ありがとう。まあ、いい方なんじゃないですか、これは。ワティっていう人があんな点取ってるのマジで見たことない。これ暴言じゃないですよ、あのファクトです。もうつけるべきか。いや、まだまだ前行けるんで、前に回復していきましょう。ちょっとね、危ねえ。あまりにもひどいな。食らいつけなくなる。コインでいいと思う。ボイで悪いのない。うん、全然投げないよ。ああ、その人のは聞いてない。トゲ来てる。インバナナマジで注意。もうだったらお前やるからね、お前悪いけど。余計してきたらやるからね。これ怒ってるわけじゃなくて当たり前のことです。やったらやり返される。なんかいい位置にはいい。うわー、これきちー、これきちいマジで。これきちいよ。結構陣オアレベルの2本目だったな今の。けど終わってるやつが他にもいるからまだ耐えられてるっていう感じがしやすと、別に防御なくす必要なくて、後ろから来てるやつなのにやられなきゃいいんですよ。ホテルさんはマジほっとく。これやばいよマジで。いやーマジか。あーやべ、ごめん。まあ、まあ順位変わってないんで許してください。いやー FB ごめんなさいマジで。まあむしろね、まあまあそんなに負けてないと思うんだよね。 SW には4負けぐらいかな、わかんないけどそんぐらいだから全然いけますよ。なんかほんといろんなカスタム試してんね、あの人。だからあれが一番いいマリオカートの楽しみ方なんだろうな。これどうせあのアイテムは取れないと思ったので、あのコインを取り切れませんと。あ、そしてターボも溜まってません。やべ、あこの赤怖いです。この赤マジで怖いんだよね。あ、ちょっと待って、後ろに投げたつもりだったのよな。
はい、まあちょっとのんびりいこうえ俺の仲間がまだいたか。いや全然あの低く来ないです、君のこと。やばいだろこれ、すっごい痛くなっちゃった。これもなんかちょっと暴言っぽいけど、暴言じゃないです。もう本当にでも本当にやばいと思う、あの順で赤を平気で前投げちゃう。おーいこれ前で刺して、これマジ距離開きすぎてるから、これ多分スター全然出るでしょこの距離でも。でちょっとマジでこの距離でパックンな。ちょっとこれもうダブル交換とか間に合わないから、いやーこれおおほぼオアですねこれもオアです。キラー出てくれてたらあの話は違うんだけどね。あ、まあなんかもっと終わってそうな人いたから。これもまっすぐ走る、これも10でいい。何今の。あーもう申し訳ねー、何今のマジでやばいな、すみません。見えんかったな、はあ、まあ最初はちょっとこれ前意識で、ああキノコ取れたらなーって思ってたんだけど、まあ、こういうコイン回収しながら前に行きたいね。で相方1位だからできるだけマジでついてきて、こいつまずやる。前にそれだけでだいぶ変わるんで。この左に、もうミドさんにマジで当たんないことが一番大事だと。おいおい、いやー防御欲しいよー。 UMT も溜まってないと、なので遅くていいから、本当にこの1位の味方を逃がすような動きをしたいよね。ボムとか効かないかな、効かないよね。まあこれちょっともう一人当てよう。これはこれはちょっとな、スライダー乗ってこの後にトゲくんのが一番最悪なんだよね。ちょっとダブルで蔵をなんだ空思考回数を重ねたいと。3が分かんないな、ちょっと距離空けて、まあ、GV は、いやこれやべ、あ、ナイス、これマジでできるだけ取っとこう、隔離にも使えるし ね。あー、消してくれ、これマジ消せるか消せないかで。いや、ありがとう。ええ、いや、まあ、本当にありがとう。やべ、これちょっとごめん、使うわ。これが本来の正しい使い方です。消してトゲを消すようなどとはね思ってはなりませんよと。うまーい、うまい、うまい、うまい。ちょっとすいません、保存させていただきます。ちょっとうまくないっすか、どうっすか。いやーこの前にマジででかい、本当に。夢の共演だね。多分相性、もともとの3位の人、さっき3位だと思う、ちゃんとカバーそのまま。もうみんなが得してんじゃん、全員がありがとうですね。はい、ちょっと風くれ。青、これは、これ赤だから。あぶ、え、やれ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 、ナイスナイス、よくやってくれ。あ、俺、あ、まあいいよ、このうまいよ、このまま絶対大丈夫、ついていけるはず。昨日さんだろ
被弾の進化、あーやべえもったいねえ、あーちょっと下がっていいですかこれも、あやばい下手くそすぎる、どうもごめん下がるわ止まるわ、はぁ、これは怒ってないです、あの驚きですむしろサプライズ、なんかこっちに入れよう、あーちょっとこれなー緊急のかー、もう振ったら終わる、コイン、うわーこれ止まりだね、どう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 、いや止まって正解だと思うこれは、もうね勝てん、あちょ俺ねこのコースマジでぐだるんよよく、もうこれもうはいって感じでできるだけ上がっていきましょう、相方さんあのきつかったら本当にすみませんね、ごめんね、注意ぐらいで割れてるから多分木野さんとか引けてるでしょう、あオッケーオッケー、耐えてる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 、9なのこれマジか、あちゃんと巡らしないとダメですね最後ね、はい、まあまあまあ5級ならいいんじゃないですか、だし GV が取る分には全然問題ないですと、はい、下りました。すいません。あ、やべ。やったな。まあ、これもここでキノコ引いて前出るゲーミングなんで。これはもうコインを取るのを優先しました。ダメ！もう最悪やっちゃったよ、このコイン集めて後ろからね、ちょ本当にごめん邪魔、あーもう絶対君もコイン取れてないでしょ、邪魔だけしに来たな、おかげさまで僕たち下にじゃないかねえ、どう落とし前つけてくれるんですか、これやってることひどいですね、この人。だから嫌いなんですよ、僕、君のこと、本当に。あー、危ねえ。あー、もう最悪、やばい、マジで、本当に。あー、よかった、もうごまかし、キラこれ、タイトル決まりました、ぐだりちら。ちょっとやばいって、マジで、もう、本当やってること。ぐだり散らかし編ですね、これやばいね、もうほんと11位狙いでいいです本当に、あまだあるまだある、いやこれアイテム後に終わっ、終わるんだよね、一番弱いキラーなんですよね、意外とこれ最後のとこで大荒れしてくれれば9ぐらい入れるんじゃないかなって思ってます、ほらやったー、なぜか8位これでひどいあーおもろ嘘だね今のでおおやばいやばい死ねごめん、いや別に君をやりたかったわけじゃない、僕はもうバラさんが怖いからとりあえずつけてごまかしただけ、あいいね、これマジ防御引けんのマジでかい、いやもうマジで意味がわからんこれ、相方ドンマイですと、これもう FB の脅威は終わったんですか、これな裏キノコだったら一番熱いんだよな、 GV とあるある、これちょっとコインを取りに行けますと、コイン取りに行く意味なかったか、こう右ルートで取れるから、これもうこのまま持ってきたな、トゲかトゲくんだったら交換でもよかったけど、
ダブル潰したいかな。やべ、押した。にキノコでしょ。問題は2本目のトゲなんだよね。全然あるし。だからのんきが1本います。あとは それトゲコイマジでナイス。危ねえ、ブワーカって言うとしちゃった。実際マジでバカだろ。よし、3でいい、ナイス。実際バカでしょマジで、本当に。あのボンパイ前投げはこれどう。あ、やばいか。どうこれ、 MR には負けたけど。はぁ、どうすかこれ。まあ、GV は大丈夫なんだよね。GV は勝ってて、RR もまあ勝ってるでしょ。AW が5点。AW も勝ってるでしょ。最後 SW か。SW5 点。あ、勝ってんね。2位です。ありがとうございます。キャリー、本当ありがとうございます。っていうわけで、第2回はね、第1回とは裏腹に、まあ、ちょっと点、走りがあまりにもひどいし、ミスがちょっと多すぎたっていうね、まあ、レースでしたと。まあでも相方がキャリーしてくれた上であれだね。でもちょっとなんだろう、前回はなんか赤さん持ってる相方がスターに追われてなんかゲラゲラ笑ってる回だったけど、今回はどっちかっていうとなんかアホなプレイングしてる自分とか、アホなプレイングしてる周り見て笑えそうなんでよかったっすね。あ、103上がるっぽい。やったぜ。ういっちゃ、ありがとうございました。